西意島からの湾の街並みとニーナタワーニーナタワーは、香港の深海地区、湾に位置する超高層ビル及び複合施設である。2009年12月現在、香港では6番目、深海地区では最も高い建築である。ニーナタワーは、深海地区の湾に建設されたツインタワーである。香港の総合企業である、カシゲル集団により建設された。また、施設名称の由来はかつて、 カシゲル州、団の会長であった、香港の女性実業家、京女神にちなむ。ニーナタワー1は高さ318.8メートルで、地上80階建て。ニーナタワー2は高さ163.7メートルで、地上42階建てである。41階には、スカイデッキが設けられ、この木座橋に、タワー1とタワー2とをつなぐ、空中回廊が設置されている。また、 周辺のワンクは、香港島や九流など中心街のベッドタウンでもあり、40階建て程度の超高層マンションの林立するこの地区において、さらに突出した高さを持つニーナタワーは、付近のランドマークともなっている。ニーナタワーは計画当初の1990年代、台湾の台北新技区で2004年完成当時に、世界最高層となった台北101を抜き、 高さ520メートルの地上108階建てとなるよう、木とされていた。しかし、付近の乱オ島沖にある赤角島を造成して、現在の香港国際空港が建設されることになり、ニーナタワーが航空運用の障害となるため、建物の高さを大幅に計画変更した経緯がある。タワー2は2006年、タワー1は2007年に完成した。主に、テナントオフィスが、 タワー1の下層部にホテルがタワー1上層部とタワー2に入居している。また低層部にはショッピングモールが整備され、ワン西駅や一万慶棒、ショッピングモールの新天地など周辺の施設とはそれぞれペデストリアンデッキでつながっている。ありがとうございます。